はい、それでは今回はですね、お尻叩き鬼で遊びたいと思います。イエーイ。ねえ、くまモン、せっかくですね、くまモンのお友達がたくさん来てくれたので、みんなで対戦をしてみたいと思いますよ。お尻叩いちゃうよって言っておりますけれども、はい、最初の鬼はですね、お尻叩き鬼に慣れておりますくまモンです。よいしょ。はい、それでは早速皆さんで、えいえいモン。みんなが隠れたところでゲームスタート。お尻叩き鬼とは、鬼にバットでお尻を叩かれないよう隠れたり逃げたりするゲーム。叩かれたら鬼が交代、終了時に鬼になっていた者が負けとなる。今回の制限時間は10分。建物の反対側に菊池城の先森コロウくんが隠れているが、くまモン気づけるのか。くまモン気づけず、コロウくんその隙に逃げていきます。くまモンはただキョロキョロするだけ。どうやら気配を察知したようです。お、振り向いたくまモン、見つけました。ゴーレットの裏にコロウくんがいる。追いかけるくまモン、なんとコロウくんが近づいていくではないか。お尻を叩きたいが木にバットが引っかかる。お尻を狙っている。コロウくんアウト。30数えた後に鬼がスタート。気合が入るコロウくんです。とそこに人知れずキャロッピーが隠れていました。はい、先森のお、指を指した。見つけた。コロウくんが見つけたのは船丸だ。船丸は気づいていない。今立ち上がった船丸が気がついた。さあここから追いかけっこが始まります。いけいけコロウくん。テントの屋根の骨組みを挟んで、さあ逃げ切るのか船丸。回り込む船丸。コロウくんはじりじりと右に左に足を進めますが、ここで船丸がグラウンドに飛び出していった。先森が本気を見せつける。さあバットをぐるぐると振り回して追いかけます。舞台はブランコに変わった。じりじりと差を詰めてブランコの間をすり抜ける船丸。コロウくんも続いていきます。さあじりじりと差を詰めてバットを振り抜いた。船丸アウト。くまモンは建物の陰で息を潜め、高まる緊張にグランドの様子を見に行こうとしたくまモン。その時、背後に忍び寄るのはミフレの恐竜クネマルだ。くまモンを見つけました。逃げるくまモン、追いかけるフネマル。またも舞台はブランコに移った。フネマル本気だ、打っていく。逃げるくまモン。
黒い弾丸必死の逃走劇。クマモン振り向いてる余裕はないぞ。フネボル早い。さあバットを振り回す。もっと後ろ走りをするクマモン、余裕を見せている。さあ、プーブレ探しに待った。おっと、ここで船丸が当たったというアピールをしています。果たしてバットは当たっているのか。ちょっと分かりづらいが、別の角度で見てみると、くまモンアウト。ここで時間終了。当たっちゃいましたね、クマモン。惜しかった。逃げ切れたのにね。いやでも船丸くん早かったね。さすが。はい、ありがとうございます。はい、それでは10分間経ちましたけれども、クマモン最後の最後にお尻叩かれちゃいましたね。あー、船丸くん早かったよ。すごかったです。そしてね、クマも何何、うん、そしてなんといってもキャロッピーね、隠れるのが上手すぎて忍者のようにね、ちょっと一回も見つからなかったということでね、さすがキャロッピーもありがとうございます。さささささささって走ってましたよと。でコロー君もね、足速かったね、相変わらずさすがです皆さん。ということでクマモンは負けちゃいましたけれども、皆さんと一緒に楽しめてよかったね。はい、ありがとうございます。